梶井元次郎作。城のある町にてより手品と花火。これはまた別の日、夕飯と風呂を済ませて高志は城へ登った。白母の空に時々数里離れた町で花火を上げるのが見えた。気がつくと綿で包んだような音がかすかにしている。それが遠いので間の抜けた時になった。いいものを見ると彼は思っていた。ところへ17ほどを頭に3人連れの男の子が来た。これも食後の鈴見らしかった。たかしに気を兼ねてか静かに話をしている。口で数えるのにも気が引けたので、彼はわざと花火の上がる方を熱心なふりをして見ていた。末遠いパノラマの中で花火は星クラゲほどのさやけさに光っては消えた。海は暮れかけていたが、その方はまだ明るみが残っていた。しばらくすると少年たちもそれに気がついた。彼は心の中で喜んだ。49。ああ、49。そんなことを言い合いながら、一度上がって次上がるまでの時間を数えている。彼はそれらの会話を聞くともなしに聞いていた。なんとかちゃん、花は？フローラ。一番年のいったのはそんなに答えている。城でのそれを思い出しながら彼は家へ帰ってきた。家の近くまで来ると隣家の人が高志の顔を見た。そして慌てたように、帰っておいでましたぞと家へ言い入れた。奇術が何とか座にかかっているのを見に行こうかと言っていたのを高志がポッと出てしまったので騒いでいたのである。ああどうもと言うと、義理の兄が笑いながら、はっきり言うとかんのがいかんのやさ、と姉に背負わせた。姉も笑いながら衣服を出しかけた。彼が城へ行っている間に、姉も義理の妹の信子もこってり化粧をしていた。姉が兄に、あんた、センスは、隠しにあるけど、そうやなあ、あれも汚れてますで。姉がガテンガテンなどしてゆっくり探しかけるのを、ジュージューと音をさせてタバコを飲んでいた兄は、センスなんかどうでもええよな、はいお支度しやんし、と言って、キセルの詰まったのを気にしていた。奥の間で信子の支度を手伝ってやっていた義理の母が、さあこんなはどうやなあと言ってうちわを二三本寄せて持ってきた。里親などが配っていったうちわである。姉が手術と衣服を着こなしているのを見ながら、彼は信子がどんな心持ちでまたどんな風で着付けをしているだろうなど奥の間の気配に心をやったりした。やがて支度ができたので、高志は先へ降りて下駄を履いた。勝子がそこらにいますで、よぼってやってくなさい、と母が言った。袖の長い衣服を着て、近所の子らの中に混じっている勝子は、呼ばれたまままだ何か言い合ってる。かっちゅうとこ行くの。活動や。活動や、活動や。と二三人の女の子が囃した。と勝子は首を振って、よっちとこ行くの。またやっている。幼稚園？いやらしい。幼稚園版にはあれへんわ。兄が出てきた。はよおいでな。ほっといて行くぞな。姉と信子が出てきた。おしろいを濃く吐いた顔が夕闇に浮かんで見えた。さっきのうちわを一つずつ持っている。お待ちどうさま。勝子は？勝子？扇持ってるか？勝子は小さい扇をちらと見せて姉にまといつきかけた。そんならお母さん行ってきますぜ。姉がそう言うと、
勝子、帰ろ帰ろ言わんのやんな。と母は勝子に言った。言わんのやんな。勝子は返事の代わりに口真似をして、隆の手の中へ入ってきた。そして隆は手を引いて歩き出した。往来に鈴見台を出している近所の人々が、通りすがりに、こんばんは、こんばんはと声をかける。かっちゃん、ここなんてとこ？彼はそんなことを聞いてみた。小仙閣。小仙閣？うん、小仙閣。朝鮮閣？朝鮮閣。朝鮮閣？と言って彼の手をピシャと叩いた。しばらくして勝子から朝鮮閣と言い出した。朝鮮閣。もどかしいのはこっちだと言った風に寸分違わないように見せていく。それが夕日になってしまった。しまいには彼が朝鮮閣と言っているのに、勝子の方では知らずに朝鮮閣と言っている。信子がそれに気がついて笑い出した。笑われると勝子は冠を曲げてしまった。勝子、今度は兄の番だ。違いますとも笑います。鼻声をして勝子は兄を打つ真似をした。兄は知らん顔で、違いますとも笑びます。あれ、何やったな、勝子。いっぺん、隆さんに聞かしてあげなさい。泣きそうに鼻を鳴らしたので、信子が手を引いてやりながら歩き出した。これ、それから何というつもりやったんや？これ、わらびとは違いますっていうつもりやったんやな。信子がそんなに言ってかばってやった。一体どこの人にそんなこと言うたんや。今度は半分信子に聞いている。吉峰のおじさんにやな。信子は笑いながら勝子の顔を覗いた。まだあったぞ。もう一つどえらいのがあったぞ。兄が脅かすようにそう言うと、姉も信子も笑い出した。勝子は本式に泣きかけた。城の石垣に大きな電灯がついていて、後ろの木々に高々と照っている。その前の木々は反対に黒々とした影になっている。その方でセミがじっじじっじと鳴いた。彼は一人後ろになって歩いていた。彼がこの土地へ来てからこうして一緒に出歩くのは今夜が初めてであった。若い女たちと出歩く。そのことも彼の経験では極めて稀であった。彼はなんとなしに幸福であった。少しわがままなところのある彼の姉と触れ合っている態度に少しも無理がなく、それを器用にやっているのではなく、生地からの平和な生まれつきでやっている。信子はそんな娘であった。母などの新人から天理教様に拝んでもらえと言われると、素直に拝んでもらっている。それは指の傷だったが、そのため評判のことも引かないでいた。学校の植物の標本を作っている。用事に町へ出たついでなどに雑草をたくさん風呂敷へ入れて帰ってくる。勝子が欲しがるので勝子にも分けてやったりなどして、一人せっせと押しをかけている。勝子が彼女の写真帳を引き出してきて、彼のところへ持ってきた。それを決まり悪そうにもしないで、彼の聞くことを穏やかにハキハキと受け答えする。信子はそんな好ましいところを持っていた。今、彼の前を勝子の手を引いて歩いている信子は、家の中で肩縫い上げのしてある衣服を着て足をニョキニョキ出している彼女とは、まるで違って大人に見えた。その隣に姉が歩いて、彼は姉が以前より少し痩せて、いくらかでも歩きぶりが良くなったと思った。さあ、あんた、先へ歩いて。姉が突然後ろ向いて彼に言った。どうして？今までの気持ちで聞かなくとも分かっていたが、わざと彼はとぼけてみせた。そして自分から笑ってしまった。
こんな笑い方をしたからには、もう後ろから歩いて行くわけには行かなくなった。はよ、気持ちが悪いわ。なあ、のぶちゃん。笑いながら、のぶ子もうなずいた。芝居小屋の中は思ったように蒸し暑かった。水番というのか、胃腸返しに言った、年の老けた女が座布団を数だけ持って、先に立ってバタバタ敷いてしまった。平場の一番後ろで、たかしが左の端。中へ姉が来て、信子が右の端。後ろへ兄が座った。ちょうど幕間で、開花は七分通り詰まっていた。さっきの女がタバコ棒を持ってきた。火がうずんであって、暑いのに気が利かなかった。立ち去らずにぐずぐずしている。なんと言ったらいいか、この手の女特有なずるい顔つきで目をキョロキョロさせている。寝顔で火鉢を刺したり、そらしたり。兄の顔を盗み見たりする。こちらが見てよくわかっているのにと思い、財布の銀貨をたもとの中で出し悩みながら、彼はそのぶしつけに腹が立った。兄が落ち着いてしまって、まるで無感覚である。へえ、お火鉢。女はこんなことをそわそわ言ってのけて、忙しそうにもみ出をしながら、また目をそらす。やっと銀貨が出て、女は帰っていった。やがて、幕が上がった。日本人のようでない、皮膚の色が少し黒みがかった男が、不熱心に道具を運んできて、時々じろじろと観客の方を見た。存在で面白く思えなかった。それが済むと、怪しげな名前のインド人が、不作法なフロックコートを着て出てきた。何かわからない言葉で喋った。唾液を飛ばしている様子で、冷めた唇の両端に白く椿が溜まっていた。なんて言ったの？姉がこんなに聞いた。すると、隣のよその人も彼の顔を見た。彼は平行してしまった。インド人は席へ降りて立ち会い人を物色している。一人の男が腕をつかまれたまま危うげな恥笑いをしていた。その男はとうとう舞台へ連れて行かれた。髪の毛を前へ下ろして糊の寝た浴衣を着、暑いのに黒足袋を履いていた。ニコニコして立っているのを先ほどの男が椅子を持ってきて座らせた。インド人はひどい奴であった。握手をしようと言って男の前へ手を出す。男はためらっていたが思い切って手を出した。するとインド人は自分の手を引っ込めて観客の方を向き、その男の手振りを醜く真似てみせ、首根っこを縮めてあざ笑ってみせた。毒々しいものだった。男はインド人の方を見、自分の元いた席の方を見て危なげに笑っている。何か訳のありそうな笑い方だった。子供か女房かがいるのじゃないか。たまらない、と、たかしは思った。握手が失敬になり、インド人の悪ふざけはますます性が悪くなった。見物はその度に笑った。そして、手品が始まった。紐があったのは切ってもつながっているという手品。金属の瓶があったのは、いくらでも水が出るという手品。ごくつまらない手品で、ガラスのテーブルの上のものは減っていった。まだリンゴが残っていた。これはリンゴを食って、食ったリンゴの切れが今度は火を吹いて口から出てくるというので、試しに例の男が食わされた。皮ごと食ったというので、これも笑われた。たかしは、その箸にも棒にもかからないような笑い方をインド人がするたびに、なぜあの男は何とかしないのだろうと思っていた。そして彼自身、かなり不愉快になっていた。そのうちにふと、先ほどの花火が思い出されてきた。先ほどの花火はまだ上がっているだろうか。そんなことを思った。薄明かりの平野の中へ、星クラゲほどに光っては消える遠い町の花火。
海と雲と平野のパノラマがいかにも美しいものに思えた。花はフローラ。確かにフラワーとは言わなかった。その子供といい、そのパノラマといい、どんな手品師もかなわないような立派な手品だったような気がした。そんなことが彼の不愉快をだんだんと洗っていった。いつもの癖で不愉快な場面を非人情に見る。そうすると反対に面白く見えてくる。その気持ちが物になりかけてきた。下等な道化に一人で腹を立てていた先ほどの自分がちょっと滑稽だったと彼は思った。舞台の上ではインド人が看板がそっくりの雰囲気の中で口から盛んに火を吹いていた。それには怪しげな美しささえ見えた。やっと済むと幕が降りた。ああ、面白かった。ちょっと嘘のような取ってつけたように勝子が言った。言い方が面白かったので皆笑った。美人の宙吊り、力技、オペレット、浅草切る、美人胴切り。そんなプログラムで遅く家へ帰った。